プリシュキン・タマーシュは、スロバキア・コマールの出身のプロサッカー選手。ハンガリー代表。ポジションは、フォワード。ジェール・エト戸 FC のアカデミーで育成され、2003年4月23日のリーグ戦でプロデビュー。この時わずか16歳と7ヶ月だった。2006年8月9日、トライアルに参加していた、プレミアリーグのワトフォード FC と4年契約を結んだ。 2006から07シーズン開幕戦のアウェーエバートン FC 戦で加入後初出場。79分から途中出場すると、早速1アシストを記録して2から1の勝利に貢献した。10月24日のフットボールリーグカップ3回戦、ハルシティ AFC 戦で加入後初ゴール。2009年8月6日、イップスウィッチタウン FC に推定170万ポンドで移籍。 19日後のリーグカップ、ピーターバラユナイテッド FC 戦で、加入後初出場初ゴール。2010年2月、クイーンズパークレンジャーズ FC に、レンタル移籍。2011年11月、ダービーカウンティ FC に6週間の短期レンタルで、加入。2012年1月12日、イプスウィッチとの契約を満了したイガン。 2012年1月19日、FC アラニアウラジカフカスと3年半契約を結んだ。2013年11月17日、クラブとの契約を解除した。アラニアウラジカフカスとの契約解除後、FK アウストリアウィーンと契約を結んだが、すぐに、マッカビハイファイ f C に半年間レンタルされた。レンタル終了後、アウストリアウィーンには戻らず JL。 エトと FC に完全一席。8年ぶりの復帰となった。2015年3月、クラブは破産資産部への強制降格処分を受けたが、自身はチーム残留を選んだ。2017年6月1日、フェレンツバーロシ TC に移籍。2005年8月の親善試合、アルゼンチン戦で、ハンガリー代表デビュー。二千十二年九月七日の二千十四 f i f a ワールドカップ。 ヨーロッパ予選、アンドラ戦で、チームの4点目を挙げ後から0の勝利に貢献した2015年11月15日の UEFA ユーロ2016予選、ノルウェー戦でゴールを挙げ、UEFA ユーロ2016出場権獲得に大きく貢献した。UEFA ユーロ2016のメンバーにも、無事選ばれ、グループステージのオーストリア戦とアイスランド戦に出場した。 チェコスロバキアのコマールノにてハンガリー人の両親の間に生まれた2005年にハンガリーの市民権を取得ありがとうございます